今ファンダムは逆進ステレンスによって大変な危機に陥っていることは皆も承知のことだと思う。多くの民が理不尽な不幸に見舞われています。ファンダムの民衆の幸せを私の父は何より願っていました。それがないがしろになっている現状を私は非常に残念に思います。しかしここには民衆を苦しみから救うために多くの勇気ある友人が集まってくれました。父に代わって深く礼を申し上げます。この戦いは我が父の弔いの戦いではなく王国に元の平和を取り戻すための戦いです。どうかみんな勇気を持ってステレンスの操る魔物たちなどに屈することなく戦ってください。たとえ何があろうとも私はこの戦いから逃げたりはしません。父王の意志を継ぎ皆と共に最後まで戦い抜くつもりです。我々の行いは私を頼ってくれているんだから期待を裏切るなんてできないし、ねえ私もあなたに誓わせてよ。私がこれからはわがまま言わずに王女として生きるという決意だよ。いいの、わがままの昔の私を理解してくれてあなただけなんです。私が変わるのを見守ってほしいし、不安だからやっぱり。Thank you.
私を探してくださったんですか。兄が怪物になってしまうなんて今でも信じられません。天使様、私いろいろ考えていました。人の心を失ってしまった兄をどうしたら救うことができるのか。私に兄を止める力があるかどうかは分かりません。でもこれ以上罪を重ねさせてはいけないと思うのです。ですから私は兄をこの手で倒します。だから天使様、お願いです。兄の魂をどうか救ってあげてください。ありがとうございます。報告です。もう話はおしまい。じゃあ気をつけて帰んなさいよ。
こんにちは。お話なら少しお付き合いしても構いませんが。
ではまた。もうずっと歩きっぱなしなのにまだ目的地に着かないのよ。ところでこんなところに現れるなんて何か話があるんでしょ。Thank you.
告申し上げます、天使様。今から気晴らしにどっか行こうと思ってたんだけど、何かあったのか？